いやー、もう朝か。今日も一日仕事大変だぞ。早速じゃあ向かおうかな。なんだ？なんでこんなとこに落とし穴が？あ、なんだ？ここは一体、この背中はもしかして。うわ！降ってる！ワンピースの世界に転生している！いかついの持ってんね、アンちゃん。何やってんの？うわははははは！一旦逃げよっか。チュワイルダです。今回はマインクラフトで、ワンピースの世界に入り、海賊王を目指していきたいと思います。で、今回はね、いつもやってるマインクラフトのアドオンじゃなくて、Java 版のモッドをやっていこうかなと思うんだけど、うわ、すげえや。いかついアンちゃんいるわ。まずこのワールドで一番最初にやることが、ここで自分のやりたいことを選んでいくんだよ。海賊だったり、海軍、賞金稼ぎ、そして革命軍。この4つの種類から自分が何をなりたいか選んでいこう。まあでも目指すは海賊王一択でしょう。とりあえず海賊を選びたい。で、フェイスとファイティングスタイル。これはまあヒューマンでいっか。で、ファイティングスタイルは全部で6種類のファイティングスタイルがあるのか。一番っぽいのこれから、グーグル先生に聞いたら暴れん坊らしい。まあ格闘家ってことかな。まあこれでしょう、一択でしょう。そんなもんは。じゃあ海賊、ヒューマン。で、暴れん坊。なんかそれ引くと弱そうだけど、これでいこう。フィニッシュ。これで？なるほど、こういう風に自分を構成していくと。自分を構成していく？さあ、こっからどうすっかな。とりあえず手探りでやっていくか。まず殴ってみる。マリン、海軍。うえ、俺海賊だけど何してんの。殴ってはこだ。殴ってくる。そりゃそうか。撃ってくるわ、ちゃんと。これ勝てなそうだな。さっき20だったのに今7になっちゃった。さすがにノーボーグじゃ勝てないか。おお、お、なんだあれ。おい、ゴングあるじゃん、ゴング。ここに入って戦うこともできるんじゃねえか。あ、やばい、出れないかも。ちょ、エンドロット壊していくか。ここは別にでも何かアイテムあるわけじゃないのか。お、あいつは。おい、めちゃくちゃ可愛いじゃねえか、お前。ペットにして。あ、普通のやつもいるわ。今俺一番クリーパーが怖いかもしれん。もしかしたらね。いや、もしかしなくてもかもしんない。悪魔の実も欲しいからな。こいつとかってさ、なんかドロップすんのかな。殴ってみるか。ごめんな、無抵抗のところ。おい、おい、おい、やべ、つえ。いや、無理か、さすがに木の剣じゃ。おお、そうした。ただドロップするものはないのか。で、悪魔の実を手に入れるためには、海にある海賊船に行って、その中にある宝箱を開ける必要があるらしい。で、その宝箱を開けるためには金が必要なんだよね。だからまあ普通に前暮らしてるところはテキパキ行こう。痛い痛い痛い、普通に痛いのよね、君たち。そして、イエーイ、普通に強えや。うわ、死ぬかと思った。危ねえ危ねえ。また死ぬぞ俺、これやばい。だー、ゼロゼロゼロ、マジでゼロです。今なんかいる。なんだあいつ、うまそう。このゴベリーって俺の懸賞金かな。めちゃくちゃ低くない俺。まあこっからか。目指せ50億ベリー。やべえ、やっぱクリーパーが一番強いじゃん。動画の続きが気になる方はチャンネル登録、コメント、高評価ぜひお願いします。動画作成のモチベーションになります。お、金あった。ただちょっとここら辺危険すぎ。オッケー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 、取れたぞ金。お、ダイヤモンドあるぞ。いいじゃんいいじゃん、ついでに取ってくか。回廊石だ。回廊石ゲットした。めちゃくちゃダイヤモンドかと思った。何かに使うのかな、回廊石も。目標は悪魔の実をできるだけ食っていきたいからね。この世の全ての悪魔の実を食う。体がいくら飛び散ってもいい。お、これがダイヤか。似てるな、ちょっと回廊石とダイヤ。まあこれぐらいにして、そろそろ地上戻って海賊船ちょっと探し行こうかな。よし、じゃあこれ焼いとこう。さあ焼けたぞ。これ全部取って、ちょっとじゃあボートで海賊船探しに行くか。多分海の上にある、なんかいる。大丈夫かあいつ、海に出た瞬間襲ってきたりしないか。いや、するな。いざ出航の儀。ほい、行くぜ。近くにあるのかな。お、なんだ。あはは、すげえ。え、クオリティえぐ。海賊船だ。ひとまずこれつけたいね。うわ、なんか降ってきた。一旦逃げます。あー、やばい。うわあ、おはようございます。よしよし、アイテムも回収して、もうそっこれこれつけよう。ほいほい、上陸。いいぞ。よーし、これで中入れんぞ。なんか大砲撃ってきたりしないよな。大丈夫だよな。おい、こんにちは。いる。めちゃくちゃ乗ってるわ。で、一方的に投げると。いいよ、押して。やば、危ね。もう上陸しちゃおっか。もう落とす、なんなら。よし、あ、でも弱いぞ意外と。オッケー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 、上陸はできた。さあ、ここのどこに宝箱があるんだろう。まあ上積みはないか。上積みなくて多分中だよね、多分。お、扉があるじゃないか。開けよう。よいしょ、こんにちは。お、チェストがあるぞ。いや、ちょっと開けてみますか。よいしょ。あー、剣だ。マリンソード。ダイヤ剣と同じくらいか。強えな、この武器も。で、火薬。まあ、火薬はわかるわ。ベリーポーチ。あ、91ベリー入ってんのかな、これ。どんな感じだこれは。
お、ゲットしたっぽい91ベリー。ってことは、増えてるわ。これあれなんだな。懸賞金じゃなかった俺の。所持金か。あ、下んじゃん。下には敵は？あ、いるな。あ、銃持ってるぞ。おはははは。何その、豆鉄砲。はい、オッケー。下には何か、あ、チェストがある。よいしょ。おお、上よりかも、パンパンじゃないか。ベリーもね、どっかで多分使うと思うからな。で、パイプ強くない？これってなんだ？これとか取れんのかな？お、取れる。え、大砲取れるんだけど。よいしょ。撃てたりはしないのか。飾りかな？貴重そうだし。うわー、あいついる。お、何かこの先あるじゃん。え、これももろ隠しだからさ、これ多分何かあるよね。さあ、何があるんだ？え、焼き魚に、ビートルートスープ。一番しょっぱい。待て、この上あるんじゃないか、これ。よっしゃ、行ってみよう。うわ、怖え。さあ、この上には、何もない。じゃあ、ここは外れか。まあ、さすがにね、毎回毎回出るわけじゃないと思うから。やべ、いや、もう落ちちゃった。行くしかねえ、じゃあもう。よし、出航。お、二つ目の船発見したぞ。さあ、このマリンソード使っていこう。うわー、やばすぎ、マジで。ここら辺。怖すぎるだろ、ここ。逃げる、もう。入っちゃおう、もう。海怖えよ。なんで当たんだ、ここまで。もう早速、下行っちゃおっか。お邪魔。お、宝箱ある。よいしょ。あー、パンに、お、なんだこれ。銃だ。ガンパワーゼロ。悪魔の実が出る様子ないな、全然。まあでも、ここなんかちょっとちっちゃめだから、こんなもんな気がするな。ん、なんだ、なんか暗いぞ、あそこ。え、なんかここめちゃくちゃ暗くない？うわー、なんだあれ。おい、なんかあるぞ、上に。空島か、あれ。うわ、たっかー。めちゃくちゃ高い位置になる。うわー、あれもいずれ行きたいな。悪魔の実手に入ったら、力つけて。さあ、来たぞ。二つ目の船。しかも、でかい船だ。お出迎え来たね。さあ、ここから入っちゃうよ。え、なに？なに？びっくりした！なんだ？撃たれたのか？何か撃ってきたな。大砲みたいなの。うわ、すんごいの持ってる人いるよ。めちゃくちゃやばい。え、やば、あ、作戦変更。下から行きます、これ。もう、バカ正直に上から行くのはね、やっぱダメでしょ。海賊らしくね、資格を取っていく。お前らの仲間から奪った剣の味はどうだい？まだバレてないはずだ。さあ、下からこんばんはと。うわ、いるな。え、なんか、ボスっぽいやついるぞ。いや、大手持ち！一旦落ち着かせてくれ。体力を存分に回復していかないとやばい気がする。ってことは対バンかい？まあ最初に決めたからな、格闘家って。とりあえずここら辺の名もなき海軍、海賊たちを倒していきたい。いや、来てる！なんだ？お前、え、何お前ら、どうしたどうしたどうした、ちょ、味方割りし始めたって。さあ、やるか、勝負だ。なんだお前その服、可愛いじゃないか。やば、知る、慎重に行かないとな。初めての敵だから、階段のこの四角っぽいところから殴っていく。俊敏だな、来いよ。お、倒した、よし。ただドロップ洗いもなし。悲しいな、それは。いや、ちょっと下から開けてみるか、宝箱。よいしょ、また銃手に入ったけど、弾とかも多分これ作るのかな、火薬とかあるし。で、この下、この下がね、一番ね、え、なんだ、いや、そうよな、多分これあれなんだろうな、宝箱じゃなくて、食料を貯蓄する場所なんだろうな、この一番下は。悪魔の実欲しいよ、俺、そろそろ。俺が最後の宝箱か。よいしょ、お、来た、これじゃない多分、ワンダーボックス。よし、もう今のうち、逃げよう。やばいよ、怖いよ。早く家に帰りたい。お、村だ、あそこでちょっと一晩過ごさせてもらおう。やべ、海軍めっちゃいる。よしよし、バレないように。よし、行こう。いやー、怖かったぜ。さあ、ちょっと、この宝箱開けてみるか。多分これが悪魔の実が手に入る宝箱らしいんだけど、うわ、チュッチュすんな、そこで。You need key。キーが必要らしい。で、このキーが金で作れるらしいんだけど、どうやらね、この金をね、縦に3つつなげておくと作れるらしい。1、2、3。おー、作れた！これか、キーは。さあ、これで2つ揃ったから、この宝箱置けば多分手に入るはず。置いてみよう。ほい！お、来たぞ！見た目はなんか、まがまがしいな。さあ、この悪魔の実は、ホルホルの実だ、これ。おー、すげえ！なんか技もこれ、5つあるってことかな。え、じゃあ食べてみる？どうした？欲しいか？あげなーい。目の前で食ってみるか、こいつの。さあ、食べよう。いただきます。ほっ！これで、ステータスを開けば、適用されているはず。おお、適用されてる、ホルホルの実。じゃ、これを、アビリティ見てみようか。あー、すげえ、技は5つか。で、この下のスロットバーに、これを、全部、適用させていけば、使えるんですね、これが。使える技は、女ホルモンに、治癒ホルモン、テンションホルモン、顔面成長ホルモン、そして、デスウィンク。いくぞ、デスウィンク、わははは、すげえ、デスウィンク、うわ、つえ、おい、いいじゃん、これ、めちゃくちゃ。デスウィンク、おお、飛んでく、うわ、死んでる。え、強くね、マジで。もしかして、これ、大能力時代か。これ、能力がさ、強くてさ、こんなんだったらもうさ、近接使うのバカらしいぜ。はい、強い。もう、あそこなんかも一気に、よいしょ、枯れるんですね、これ。やっぱ、一個能力あるだけで、だいぶ変わってきそう。女ホルモンを出してみるか。はい、女になれ、お前は。うわ、女になってるっぽい。うん、全然わかんない。もう、女らしいよ、今。
今。何その表情。じゃあテンションホルモンで行ってこい。はい。おーおーおーおおお。でね、なんか宝箱にはグレードがあるらしくて、さっきは銅の宝箱だったの。ただシルバーとかゴールドとかの宝箱があるらしいから、そういうのを集めたらもっとなんかメジャーでクソ強そうな悪魔の実とか手に入んじゃないかな。大将とかさ、四皇とかの悪魔の実、それをまあ集めに行こうかな。いや、デスインク強えな、マジで。さあ、そろそろ俺の名が海軍に伝わってんじゃないか。いや、ソラジワも行きてえな、こうなると。さあ、次もね、新しい悪魔の実を目指して冒険していこう。海賊王になるためにな。